俺の名前は福田雄一。今日は息子の入学式に参加するため、一人で小学校に来ていた。妻は出産直後でまだ入院をしており、今日は欠席をしている。てかさ、これやばくね？保護者席に座ると、たまたま隣に柄の悪そうな夫婦が座ってきた。声、大きいな。まあいいけど。気にはなったものの、席を移動するのもな、と思い、そのまま式が始まるのを待つ。小学校の入学式が始まると、成長した息子の姿に、自然と涙がこみ上げてきた。ぐ、かすみ、こいつ小学校の入学式で泣いてやがる。気持ち悪いな。うーわ、本当だ。恥ずかしくないのかな。隣に座る夫婦、純とかすみが俺を指さして大きな声でバカにしてくる。関わると面倒だな。気には触るが放っておこう。純とかすみが気になりはしたが、トラブルを起こしたくなかったので無視することにした。な、聞こえているくせに何も言い返してこないなんて情けない。弱虫だな。男らしくないよね。純とは大違いね。透け勝って暴言を吐く純に、かすみも同意するようにうなずく。隣の夫婦はうるさかったものの、入学式は問題なく進んでいった。そして、体育館から教室へ、子供たちが移動していく。式が終わり、他の保護者たちは立ち上がって、教室へと向かう。次は教室で、担任からいろいろと説明があるんだったか。俺も立ち上がって、教室に行こうとするが、無理やり順に肩をつかまれる。何か用ですか？この手を離してください。俺の言葉を聞いて、ニタニタと純が笑う。俺はな、新入組のヤクザをしている、酒井純だ。ああ、同じクラスになるんですかね。福田です。よろしくお願いします。突然、ヤクザと名乗り出した純に、俺は気のない返事をする。その返答が気に入らなかったのか、純は舌打ちをする。あなたわかってる？この人はヤクザなのよ。純が機嫌悪そうになるのを見て、かすみが慌てたように俺に言う。ああ、さっき聞きましたからわかっていますが、それが何か。それよりも早く教室に行きませんか。入学した後の説明がありますよ。出口を指さすと、純が俺の腕を突然強く引っ張った。突然腕を引かれて、体勢を崩した俺の顔を、純が思いっきり殴る。バキッと鈍い音がして、じわりと口の中に鉄の味が広がる。ほら、ちゃんと挨拶しろよ。失礼な奴だな。もう、ちゃんと警告したのに、話を聞かないから。偉そうな態度の純に、なぜか誇らしそうにしているかすみ。反射的に出そうになる手を押さえ、俺は純を見た。やり返すのは簡単だけど、息子の一回きりの入学式を台無しにしたくない。痛いか？泣きそうな顔をしているな。悔しいならやり返せよ。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべる純が挑発するように言った。子供の入学式で暴力行為だなんて、恥ずかしくないんですか？ああ、お前みたいにやられっぱなしの奴に言われたくねえよ。まだ自分の立場が分かってないんだな。もう一発食らわしてやろうか。俺の胸ぐらをつかみ、再び手を振り上げる純。こんなところでやり返せるわけがないだろう。歯を食いしばって目を閉じる。何をしているんですか？その時、俺と純のトラブルに気づいた先生たちが、声をかけて駆け寄ってきた。邪魔が入ったな。よかったな、弱虫。
下打ちをした純は、止めに入った先生の腕を振り払うと、体育館から逃げていく。大丈夫ですか？あ、はい、なんとか。俺は心配そうな先生に返事をすると、そのまま保健室に行って氷の入った袋をもらう。そして頬を冷やしながら息子のいる教室へと向かった。教室に入ると俺が最後だったようで、担任から様々な説明が始まった。これ以上絡まれたくないし、説明が終わったらすぐに息子と帰ろう。そう思っていると担任の説明が終わる。そして担任が子供たちとさよならの挨拶をしたと同時にガシッと腕をつかまれた。おい、お前こっちに来いよ。さっきの続きをしようぜ。いやですよ。断るなら今この場で殴ってやってもいいぞ。目の前でやられるパパを見てお前の息子は悲しむだろうな。こいつ正気か。腕を振り払おうと思えばできたが、息子のことを考えて抵抗しないことにした。そして腕をそのまま引かれると空き教室前の人気の少ない廊下に連れ出される。早く話を終わらせて教室に行こう。手短にお願いします。手短にだって、弱いのに偉そうね。かすみが純の背中越しに顔を出してクスクスと笑った。福田って名前だったよな。お前は今日から俺の言うことを聞けよ。お前だけじゃない、お前の息子も俺の息子の言うことを聞くんだぞ。お断りします。それよりも早く帰りたいので手を離してください。掴まれている腕を振り払うが、再度掴まれる。お前の返事は分かりましただろうが、それ以外は認めねえぞ。この人はヤクザだからね、逆らわない方がいいよ。仇の人間がヤクザに歯向かおうだなんて思わない方が賢明だな。はははっと笑う順に俺はうなずいた。そうですか、それではこれで失礼します。息子が待っているので。待てって、そんなに急がなくてもいいだろ。うん。俺の胸ぐらを掴んで至近距離でニタニタと純が笑う。何のつもりですか、話してくださいよ。息子が教室で待っているのに、なんだこの人たちは。俺がヤクザだって信じていないのか。そりゃそうだよな、信じたくないよな。それなら俺に逆らったらどうなるのか分からせてやるよ。イライラしながらそう言うと、ニヤッと笑った純が俺の顔を殴った。キャー、かっこいい。俺を殴った旦那を見て、かすみが黄色い声を上げて喜ぶ。やっぱり男の人は喧嘩が強くないとね。純に比べてあなたって貧弱よね。喧嘩が弱くて入学式でメソメソ泣いて、奥さんと息子さんがかわいそう。クスクスとバカにしたように笑って、かすみが純に抱きついた。事実ばっかり言ってやるなよな。俺が強すぎるのかもしれねえだろ。まんざらでもない様子で抱きついてきたかすみを抱きしめる。クソみたいな似た者夫婦め、自己満足に俺を巻き込むなよ。イライラしながら純を睨むと、ぷっと純が吹き出した。なんだよその目は。抵抗も何もしないくせに睨んでるのか。ペチペチと手の甲で純が俺の方を叩く。これから俺とかすみのことは酒井様って呼べよ。軽々しく酒井さんと呼ぶな。それから俺たちが呼べは来い。命令にはすぐに従うように。いい歳して恥ずかしくないんですか。酒井さんも俺と同じくらいの歳でしょう。もうすぐ40歳になろうとしている人が釣る発言ではありませんよ。酒井さんじゃねえ、酒井様だって言ってんだろ。ガツンと俺のお腹を前蹴りする順。立場分かったか。俺の射程なお前。射程だと本気で言ってるのか。蹴られたお腹を抑えながら尋ねると、純がうなずく。
当たり前だろ。小学校での雑用は全部お前がやれよ。かすみの雑用はお前の嫁さんにやらせろ。お前たち家族は俺たちの射程だ。ね、すっごく嬉しい。この小学校って保護者負担結構多いんだよね。面倒な当番とかは全部よろしくね。ジュン、ありがとう。ぴょんぴょんとかすみが喜んで言う。お前の息子も情けなさそうだったな。俺の息子を見たか？お前の息子は今日から俺の息子の射程だな。言うことを聞くように言い聞かせろよ。いい加減にしろよ。俺だけじゃなく息子にも同じような扱いを受けさせるつもりか。そんなこと許せるわけがないだろう。息子を馬鹿にする発言に俺は静かに切れた。覚悟しろよ、チンピラが。我慢することをやめた俺は、うなるように言って純を見る。な、突然態度を変えた俺に、純はポカンとしている。俺は周りを見て、俺たち以外に人がいないのを確認すると、純に殴りかかった。驚いている純の腹部を殴ると、そのまま下から顎を突き上げる。キャー、何をするのよ。おかしくなったの？てめえ、やめろ。かすみが悲鳴を上げて、怯えた顔の純がよろめいて後ろに下がる。うるせえよ。お前が始めた喧嘩だろうが、殴るのはいいけど、殴られるのは嫌だなんて、わがまま言うなよ。俺は下がる純の胸ぐらをつかむと、ボコボコにした。やめてよ、ひどい。純をボコボコにしていると、かすみが悲鳴のような声を上げる。仇がヤクザに手を出していいのか、後悔するぞ。そうかよ、ご忠告ありがとうな。俺を止めるための脅し文句を言う純だが、俺は全く気にせず拳を振る。ほんの一瞬で純を倒すと、俺は小さく笑った。あんだけ偉そうに言ってたくせに弱いじゃないか。なんだと、てめえ覚えておけよ。ボロボロになった純が座りながら俺を睨む。いかんいかん、早く教室に戻らないと息子が待ってるよな。俺は息子を思い出し、はっと我に帰ると急いで教室へ向かおうとする。あなた、純に手を出してただじゃ済まさないから覚悟しなさいよ。背中越しにかすみの声が聞こえたが、俺は無視をしてその場を立ち去った。入学式から一週間後、息子は楽しく学校に通っており、まだ堺の息子とは話したことがないようだ。このまま何もなければいいが、かなり面倒な親だったからな。おそらくまた俺にちょっかいを出しに来るだろうな。仕事終わりに自宅に向かって運転しながら、純とかすみを思い出す。はーっとため息をついて車を降りると、家の前に純とかすみが立っていた。夫婦揃って悪いことを考えているのか、ニヤニヤとしている。よう、遅かったじゃないか。仕事か。仇は大変だな。毎日毎日会社に使われてかわいそう。独特の語尾を伸ばす言い方をするかすみに、俺はイラッとする。坂井さん、家にまで来るなんて、どういったご用件ですか？やっぱり来たか。思っていた通り、面倒な奴らだ。一階の部屋のカーテン、しっかりと閉めないと、中が丸見えだぞ。お前の家には、生まれたての小さな赤ちゃんがいるのか。かわいいな。だがな、ヤクザに手を出して、無事に子育てができると思うなよ。小さな赤ちゃん、私が踏んじゃうだけでダメになりそうね。くるくるとかすみが髪の毛を指先で遊びながら言う。よくも生まれたばかりの俺の子を脅しの材料に使いやがったな。子供を脅して脅す卑怯な純とかすみを俺は懲らしめてやろうと決めた。どうせずっと俺に絡んでくるつもりなんだろう。だったらこっちからやってやる。俺と家族に手を出そうとしたこと、
後悔させてやるからな。わかりました。少し場所を変えませんか。ご近所さんの目もありますから。俺はわざと下手に出て怯えたような顔をした。場所をお前の家の中で話すか。いえ、家の中だと妻が怯えてしまいますので、ちょうど人気のないいい場所があるので、そちらに行きましょう。確かに、仇の奥さんなら、純さんに怯えちゃうよね。霞の反応に、純はまんざらでもなさそうだ。それなら仕方がないな。射程の頼みだ。聞いてやるよ。偉そうに腕を組んで答えた、純と霞を、駐車場へと連れて行く。車に二人を乗せると、すぐに目的地に向けて車を走らせる。そういえばこいつは、新竜組のヤクザだと言っていたよな。だったら、あの人も呼んだ方が楽しくなりそうだ。脳裏に知り合いのヤクザが浮かび、俺はにやりとした。すみません。トイレに行きたいので、少しコンビニに寄ります。なんだよ。早くしろよ。順に声をかけ、車を降りると、コンビニのトイレに入る。そして、とある人物に電話をして、これから向かう場所へ来てくれと頼んだ。10分後に何食わぬ顔で俺は車に戻って運転席に座った。おいおい、遅かったじゃねえか。そうよ、謝ってよね。これからどこに行くのか知らない二人は俺に悪態をつく。すみません、それじゃあ行きましょう。俺はコンビニを出るとさらに車を走らせて山を登っていく。なんだ、人がいない場所って山かよ。そりゃ人はいないよな。でも夜の山って怖くない？私ちょっと怖いかも。窓から見える景色が変わり、車はどんどん山道を登る。ここまで来れば逃げられることはない。俺は二人に気を使うことをやめた。後部座席でギャーギャーと騒ぐ二人を無視して運転する。おい、俺たちをどこに連れて行くつもりだよ。答えろ。真っ暗な山道に不安を覚えたのか、純が怒鳴る。さっきから純が質問してるでしょ。早く何か言ってよ。不安そうな霞が叫ぶと、俺はようやく口を開く。もう目的地に着くからな。おとなしくしてろ。俺がそう言って少しすると、少し開けた場所に車が出る。いや、なんだよここは。ジュン、怖いよ。私たちどうなるの？そこにはずらりとバイクが並び、柄の悪い若者がたくさん集まっていた。ここか。ここは暴走族のたまり場だよ。ほら、みんなこっちに気がついたな。俺が答えて振り返ると、車に暴走族の男たちが集まってきた。彼らはどんどんと俺の車を捨てて叩く。おい、こんなところに連れてきてどうするつもりだよ。ブルブルと震える純と霞。そう焦るなって。それよりも車をこまされたら困るから出るか。怒鳴りながら窓を叩く男たちに、俺は構うことなく運転席のドアを開けた。よう、今日もみんなで楽しそうだな。誰かと思ったら、元総長じゃないですか。おーいみんな、雄一さんが来たぞ。俺の顔を見た男は嬉しそうに笑って、みんなへと声をかける。俺が来たと知った男たちが、嬉しそうにわらわらと集まる。その様子を信じられないとばかりに、純と霞が車の中から見てきた。俺は後部座席のドアを開けて、二人ににっこり笑みを浮かべる。俺がこの暴走族を作った元総長なんだよ。驚いたか？暴走族の総長なんて怖くねえぞ。暴走族よりヤクザの方が上だからな。怯えながら答える順に失笑すると、近くの男が順と霞を指さした。見えない顔だな。こいつらは元総長の何ですか？この二人はな、俺を射程にするつもりの人間だよ。元総長を射程にするだと？お前ら出てこい。
俺の言葉に切れた男たちが、無理やり車から二人を引きずり下ろした。話しなさいよ。この人が誰か知ってるの？知らないからこんなことするのね。あんたらみたいな、ただの暴走族と違って、本物のヤクザなのよ。地面に直接座り込んだかすみが、純の背中に隠れて叫ぶ。元総長を射程にするなんて、俺たちが許すわけねえだろ。ヤクザがなんだ？ヤクザが怖くて、暴走族ができるかよ。そう言って、純を男たちが取り囲み、袋叩きにする。やめろ！俺はヤクザだぞ！おい、ヤクザが怖くねえのか？俺に手を出すと、侵入組の奴が報復に来るからな。殴られながら、情けなく、ヤクザ、ヤクザと繰り返す純に、俺は思わず笑ってしまう。しばらくすると、純はすっかりボロボロの姿になった。暴走族と言っても、仇だろ。ヤクザに手を出して、ただで済まねえぞ。苦し紛れの脅し文句を言う純だが、男たちは全く気にしない。ヤクザヤクザってうるさいな。それだけがお前の自慢なのか。はっと俺がはぐで笑うと、俺たちを突然明るい車のライトが照らした。お、もう来てくれたのか。早かったな。俺がライトの方を見ると、運転席にお目当ての人物が見えた。誰だ？今度は誰を呼んだんだ？お前の言うことが本当だとすれば、お前の仲間だよ。車の中から一人の男が降りてきて、俺を見てニカッと笑った。兄貴、久しぶりじゃないですか。元気でしたか？おうせいよ、突然呼んですまなかったな。サングラスをつけた、こわもてのせいやは、左の小指の先がない。見るからにヤクザ者だ。せいやは笑顔で俺の肩に手を回し、久しぶりの再会を喜んでいる。そんなヤクザ者が親しげに俺に話しかけているので、ジュンはキョトンとしていた。その人は、ああ、及川せいやだ。よく知っているんじゃないか。なんだと、俺がどうして。せいやを見ても何も分かっていなさそうなジュンに、ヤクザというのは嘘だと確信した。やっぱり、ヤクザっていうのは嘘か。んだと、ふざけたことを言うな。俺は新入組の坂井純だ。そうか。それじゃあなんで、新入組の若頭を知らないんだ。若頭？ああ、この人が新入組若頭の聖夜だよ。俺の言葉に驚いたように、純が動きを止めた。事情を把握した聖夜は、ニヤニヤとした顔をしている。せいや、こいつを見たことはあるか？新流組の坂井純だとよ。いえ、いつともありませんね。本当に新流組ですか？下っ端にしては随分と年も取っているし。せいやから見つめられた純は、うつむいて目を泳がせる。だ、そうだが。馬鹿にしたように言うと、顔を真っ赤にした霞が口を開いた。旦那は、新入組の幹部ではないけれど、若頭補佐になるって話が来ているのよ。だから下っ端じゃないわ。それよりも、純の顔を知らない、あなたの方が怪しいわ。本当に新入組の若頭なの？霞の言葉に、腹を抱えて聖夜が笑い出した。俺の補佐にこいつを、ありえねえよ。面白い冗談だな。ゲラゲラ笑う聖夜に、純はうつむいて黙っている。俺が本当に新入組の若頭か、疑っているのか。聖夜が笑いをこらえて言うと、霞は真剣な顔でうなずく。だって、仇のその人は兄貴って呼ぶなんておかしいわ。兄貴は兄貴だよ。なあ。ああ、暴走族の総長をしていた時の知り合いだからな。聖夜を指さす霞を見て、純が顔を真っ青に染めた。霞、その人は本当に若頭だよ。俺がうっかり忘れていたんだ。だからこれ以上、変なことを言うのはやめてくれ。え、そうなの？
若頭さん、ごめんなさい。失礼なことを言ってしまって。主人がいつもお世話になっております。聖夜は顎に手を当てて首をかしげた。いや、本当に見覚えがないんだよな。な、純って名前だったよな。所属はどこだ？お前は誰から杯をもらって新竜組に入った？聖夜からの質問に小さな声で純がボソボソ何かをつぶやく。なあ、なんだって？聞こえるようにはっきり言ってくれ。いえ、ですから、俺に杯くれた人はもう新竜組にいなくて、所属もちょっと、もういない。いなくてもいいから、名前を言ってみろ。調べればわかるから。いやー、それはちょっと言えなくて。もごもごと言い訳を繰り返す純は、だらだらと汗を流す。なんだ、ぐちゃぐちゃわけのわからんこと言いやがって。所属だけでも言ってみろ。問い詰められた純は、何かを言おうと、口をパクパク動かす。しかし、何の言葉も出てこず、ついに観念したように首を横に振った。すみませんでした。新竜組というのは嘘なんです。叫ぶように言うと、ガバッと土の上に土下座をする。そうだと思っていたよ。最初からヤクザなんて思ってない。本職のヤクザが自分の息子の入学式で、あんなくだらない真似はしないからな。ヤクザを語るチンピラだと分かっていたぞ。俺が呆れたように言うと、土下座をしたままの純の肩がびくりと震えた。俺も聖夜も嘘だと分かっていたため涼しい顔をしているが、霞だけは別だ。嘘って、じゃあ純はどこの組のヤクザなの？どこの組のヤクザでもない。そいつはただのチンピラだぞ。嘘よ。ヤクザよね。ジュンは新竜組でしょ？だってそう言ってたもん。かすみはそう言いながら、ふらふらと土下座するジュンのそばに近づく。土下座するジュンの肩をつかみ、そのまま揺さぶる。あいつらが嘘をついているんだよね。そうだよね。信じたくない様子のかすみに、ジュンはうつむいたまま話す。かすみ、すまん。ヤクザっていうのは、本当に嘘なんだ。なんでよ。それじゃあ、結婚する前から嘘をついていたってこと？ヤクザじゃないのに、ヤクザのふりしてたの？ふざけないでよ。バシンバシンと、かすみが泣きながら、純の頭を叩く。しばらくは二人の様子を見ていた聖夜だが、突然、パチンと両手を合わせて音を鳴らす。さて、夫婦喧嘩はそこまでにしてもらおう。それじゃあ、お前はどう落とし前をつける？にやっと悪い顔をする聖夜が二人の前にしゃがみ込む。落とし前って、ああ、お前は新竜組の名前を語っていたんだよな。勝手にそれも長期間も。ヤクザの組の名前を勝手に使ったんだから、責任をきっちり取ってもらわねえと。さーっと、純の顔から血の毛が引く。もう使いません。新竜組さんの名前を勝手に使って、申し訳ありませんでした。勝手に組の名前を名乗っていたチンピラを、放置はできないな。ヤクザの名前を使って、散々いい思いしたんだろ。自業自得だな。そう言って笑う聖夜に、二人は泣きながら頭を下げる。本当にすみませんでした。主人も反省してますから、許してください。軽い気持ちでやってしまいました。みんなが従うのが気持ちよくて、もう二度としませんから、許してください。俺たちには小学生の息子もいるんです。懸命に謝る二人の姿に、聖夜は地面を指さす。俺は面倒なことが嫌いでね。ここにはちょうどいい土があるからな。この下に埋めてやろうか。埋めるって冗談ですよね。そんなことされたら生きられません。そうだろうな。安心しろ。
生き埋めにしてやるから、最後まで息はできるぞ。ははっと笑う聖夜に、純とかすみは抱き合って体を震わせる。ええ、福田さん、俺たちを助けてくれませんか？このままだと埋められます。息子が同じクラスですよね。お願いします。この通りですから。私たちがいなくなったら、息子が一人っきりになってしまいます。聖夜が本気だと分かった二人は、俺の足元にすがりついて、助けを求めてきた。涙で濡れた顔には、乳がついており、見るに耐えない顔だ。はーっと俺はため息をついて、バイクの方を見た。聖夜、せっかく来てもらったのに、後処理なんてつまらないことはさせねえよ。俺がこいつらとゲームをしてやる。ゲーム？ああ。そのゲームにお前らが勝てば、新竜組の名前を名乗ったことを許してやる。だが、ゲームに負ければ、一生俺の言うことを聞けよ。さあ、どうする？やります。どんなゲームかわかりませんが、やらせてください。俺の提案に、純が飛びつき、隣に座るかすみも、こっこくうなずく。よし、せいや。構わないか。お前がいいって言ってくれるなら、こいつとゲームをしようと思うが。新竜組の名前を、勝手に使っていた純のことを、許せないとせいやが言うなら引き渡そう。判断をせいやに任せると、彼は興奮したように笑う。もちろん、兄貴のゲームが見れるなら、俺からは文句はないですよ。むしろ久しぶりに見れるのが嬉しくてたまらねえ。お前らもそうだろ。聖夜の言葉にわーっと暴走族の男たちも歓声を上げた。よし、それじゃあルールを簡単に説明してやる。簡単なゲームだ。同時にバイクを崖の方に走らせて、先にブレーキを踏んだやつが負けだ。ただしブレーキを踏むまではアクセルはベタ踏みしろ。チキンレースですか。まあそうなる。ちなみに崖から落ちたら無事ではいられないからな。俺が早朝時代も何人か落ちてそのまま地獄行きしてたよ。俺の言葉にごくりと純が唾を揉む。誰かバイクを貸してくれ。俺の言葉に二人の男がバイクを引いて前に出てきた。俺と純は揃ってバイクに乗り、エンジンを吹かした。純は手を震わせて、真っ赤な、血走った目で崖を見ている。それじゃあ、俺が合図を取らせてもらいます。3、2、1、5! 聖夜の合図を聞いたと同時に、俺と純がアクセルをベタ踏みする。グイーンと、体が持っていかれる浮遊感とともに、バイクが崖へと前進していく。俺はにやりと笑って、崖のすぐそばでブレーキをかける。大歓声とともに振り返ると、そこには、スタート地点から少し進んだところで止まる、純の姿。どうやら、すぐにブレーキを踏んでしまったようだ。顔を上げた純と目が合ったため、鼻で笑ってやる。さすがですね、兄貴。久しぶりに見て、痺れましたよ。いやー、いいものを見た。興奮した様子で話す聖夜に、軽く手を挙げて答えた。俺を絶賛する男たちは、今度は、純の方を見る。情けねえぞ。すぐにブレーキを踏みやがって。弱虫だな。恥ずかしくねえのかな。だきゃがねえな。あれで本当に男かよ。男たちは口々に純を馬鹿にして大笑いしている。馬鹿にされた純は顔を真っ赤にして震えており、かすみも恥ずかしそうに顔を赤く染めた。しかし馬鹿にされても二人とも言い返せないようで、ただうつむいている。プライドをへし折られた純を見て、俺は心がスッと晴れるのを感じた。ついていた嘘もバレて、ヤクザから脅され、周りから馬鹿にされて、これでこいつらもおとなしくなるだろう。俺はバイクから降りると、純の方に向かった。
純は無理やりバイクから降ろされて、再び地面に座る。よう、ゲームは俺の勝ちだな。ここまで大差がつくとは思わなかったけどな。俺がそう言って、目の前に立つと、純とその隣に座るかすみが土下座をした。お前らの負けだが、異論はあるか？ありません。福田さんに負けました。私ももちろんありません。二人はすっかりおとなしくなって、神妙な顔でそう答えて頭を下げる。ゲームに負けたんだから、俺の言う通りにしてもらう。お前らは今日から俺の舎弟な。土に埋められるよりもよっぽどマシだろ。二人は俺の言葉に土下座をしたままうなずいた。その代わり、もしも俺の言うことに逆らえば、すぐ聖夜に引き渡すからな。ええ、いつでも呼んでくださいよ。すぐに処理してやります。にたっと笑う聖夜に、純とかすみは小さくなって震えた。山で二人を懲らしめて少し経った頃、俺は妻とテーブルを囲って座っていた。ねえ、雄一、今年の当番って決まったの？プリントが来てたよね。妻がマグカップを両手で持ち、ふと思い出したように言った。ああ、旗振り当番に PTA、マラソン大会の見守りとかだろ。今年は酒井さんが夫婦で全てやってくれるらしいぞ。俺がお茶を飲んで言うと、妻は驚いて目を見開く。え？結構お母さんの仕事多いって聞いてたけど、それを全部やってくれるの？かなり大変じゃない？驚く妻に、俺は純とかすみを思い出して吹き出した。突然笑い出した俺に、妻はいぶかしげな表情をする。この前の保護者会で決まったんだ。俺も驚いたよ。笑い声をごまかすように、数回咳払いをすると、俺はそう言った。ゲーム終了後、俺が二人にした最初の指示は二つ。保護者の仕事をできる限りすべて引き受けることと、真面目に行うことだった。もちろん二人は命令に従い、すぐに保護者会で全て自分たちですると発言した。周りの保護者も止めはしたが、やりたくないのが本当のところなんだろう。結局、酒井夫婦が全てをやることに決まった。だが純のやつ、二日目の旗振り当番に来なかったんだよな。その日の夜に暴走族の若手を連れて、家に行って軽く脅してやった。いつでもボコボコにして新入組に引き渡してやるぞと。次の日から休まず、真面目に旗振りに参加しているので、効果はあったようだ。赤ちゃん連れての旗振り当番は大変だから、どうしようか悩んでいたの。親切な人がいて助かったね。本当だな。酒井さんはいい人だね。何も知らずに喜ぶつまり、俺は同意をして微笑んだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は高坂大和。土門組という組織の若頭をしている。土門組ってのは関東随一の巨大組織、虎穴組の傘下の一つだ。俺たちは虎穴組傘下の中だと比較的穏健派と言えるかな。まあ今は自分たちよりも本家会長の容態が心配なんだが、虎穴組の会長が病気を患って早1ヶ月、ずいぶん弱っちまったみたいで、自分は退いて俺を新しい会長に据えると言ってきた。嬉しいことなんだが複雑な気分だ。そして迎えた新会長襲名パーティー当日。襲名披露会なんてめんどくせえよな。パーティー会場に下品な声がこだまする。声の主の名前は神田真嗣。虎穴組傘下の青龍組で若頭を張ってる男だ。俺自身あまり関わったことはないが、その悪評は聞いている。どうやらとても上昇志向の強い人間だとか。憶測だが
パーティーが面倒くさいというよりは、自分以外の人間が新会長に任命されたのが気に入らないんだろうな。現会長の病気により急遽決められた新会長、かなりごたついており、誰が新会長になるのかはごく一部にしか伝わっていないようだ。あいつに同情するわけじゃないが、パーティーなんて面倒くさいのは事実だ。ここにいる人間のほとんどがそう思っているだろう。だったら今日の主役として少しでも盛り上げないといけないよな。そう考えた俺はちょっとした余興を思いついた。ギリギリまで新会長が俺だということは伏せてやるのさ。そうすればちょっとは刺激的なパーティーになるだろう。そんなことを考えながら周りを見渡してみた。新会長が誰なのかの予想に興じている者もいれば、現会長の容態を心配する者もいた。やはり今日の主役が誰なのか気になってるやつは多いな。だったら俺の余興も楽しんでくれるかもな。やあ、しけたすらしてんな。先ほどの愚痴の主、青龍組の若頭が俺に話しかけてきた。そう見えますか？つまんなそうな面してやがったぜ。まあ、誰のことかもわからないパーティーに呼ばれて楽しめってのも無理な話だよな。知ってると思うが、一応挨拶しとこうか。俺は神田真嗣だ。青龍組の若頭をやってる。俺は土門組の若頭、高坂大和です。パーティーがしけてるってのには同意ですね。俺たちの意見が合うなんてな。外は雪でも降ってんじゃねえか。同じ傘下の組だからといって、必ずしも仲がいいわけではない。土門組と青龍組は決して良好な関係ではなかった。そして尺なことに、どちらかといえば青龍組の方が力関係は上だった。そんな不服そうな面すんなよ。気に入らねえのはお互い様だろ。そうですね。お前、新会長が誰なのか知ってるか？いや、何も聞かされていません。お前も知らないのか？不思議なことに誰が新会長になるのか誰も知らねえんだよな。だとしたら、もしかするとこの場で指名するのかもな。会長が？会長は相当弱っていると聞いていますが。会長に伝言頼まれた奴がいるかもしれねえってことだよ。誰が新会長になるのかはパーティー当日のお楽しみってか。くだらない余興を考えたものだ。くだらねえが、もしかすると新会長は俺かもしれねえからな。そう思うとちょっとだけ楽しみだ。さすがに本人には知らされているでしょう。会長に就くとなりゃ、いろいろと準備も必要です。真面目かよ。つまらない野郎だ。すみません。お前は何も聞かされてないんだよな。はい。そうか。よかったよ。とにかくお前だけは嫌だったからな。俺だと不満ですか？そりゃそうだろう。何の実績も上げてない土門組の雑魚が新会長とか、他の連中も納得いかないと思うぜ。実績がないと言われるのは心外ですね。あ？事実だろ。心外だって言うならお前らの実績とやら教えてくれや。それは、
真珠に言い返してやろうと思った瞬間、組長に呼び止められた。若、ちょっとよろしいでしょうか。どうした？登壇の時間が迫っています。そろそろ準備した方がよろしいかと。そうだな、わかった。おい、どうしたんだよ。早くご自慢の実績を教えてくれよ。すみません、用事ができてしまいましたので、この辺で。用事だ？そんなベタな言い訳で逃げようとするやつ、久しぶりに見たぜ。すみません、本当にすぐに席を外さなきゃいけないので、実績の話はまた機会があればお話ししたいと思います。それまでに考えとくってか。妄想だと実績作り放題だからな。失礼します。ち、雑魚がすかしやがって、気に入らねえな。背後から真珠の舌打ちが聞こえてきた。めんどくせえな。他の組の連中もいる以上、今は下手に出なきゃいけないのがまた腹立たしい。まあそれもあと少しの我慢だ。なんたって俺が新会長になるんだからな。俺は気持ちを切り替えて壇上に立つ準備を始めた。20分後、スピーチの原稿も整った。服装も問題ないな。大勢の前で壇上に立つのは初めてではないが、新会長襲名のスピーチとなると緊張するな。登壇までの時間が余ってしまったな。一旦席に戻るか。ずっと舞台裏にいると緊張で体が持たん。俺は一旦席に戻って酒でも入れて落ち着こうと考えた。なんだこれは。俺の席には大量の残飯や空き瓶が無造作に置かれていた。誰かが俺の席で飲み食いしていたのか。勝手に席を使うのは構わんが、せめて後片付けぐらいしていってほしいものだ。これじゃあまるでゴミ箱じゃないか。この席を使っていたやつに悪意はないはず。そう信じてしぶしぶ目の前の残飯を片付けていた。すると、ああ、精が出るな。あなたは。シンジがニヤニヤしながら俺に近づいてきた。ゴミ掃除、ご苦労様です。誰かがここで勝手に飲み食いしたみたいです。せめて片付けてから席を立ってほしいものですよ。あ？そこがお前の席だってみんな知ってるよ。ええ、別に勝手に席を使ったことに怒ってるわけじゃありません。そうじゃなくて、そんな席使ったらお前みたいな雑魚になるから誰も使わないって意味だよ。そうですか。シンジはまだ嫌味を言い足らないようだ。ではなぜ俺の席がこんなことに。ゴミ箱が見当たらなかったから。俺の席の後ろにありますが。雑魚にお似合いだら。お似合いってまさかこれはあなたが。俺がやったからなね。さすがにひどすぎませんか。小学生でもこんな嫌がらせしませんよ。小学生にも両親はあるだろうからな。ひどいことをしたという自覚はあるんですね。雑魚のくせにすかした野郎は一度痛い目見といた方がいいと思ってな。しかしこれだけの人が見てる手前、ぶん殴るわけにもいかねえだろ。だからちょっと可愛がってやっただけだ。これだけの残飯集めるの大変だったでしょうね。
別に。ここをゴミ箱にすると言ったら、みんな喜んで残飯持ってきてくれたよ。みんな？他にも共犯者がいると。さあ、気になるなら会場の奴らに聞いて回ってみれば。僕の席をゴミ箱にしたのは誰でちかーって。とにかく、あなたが先導してこれをやったのは間違いないんですね。だからなんだってんだ。それさえ知れれば十分です。すかしやがって。てめえのそんな態度が気に食わねえんだ。子供みたいな嫌がらせに熱心な信二。新会長として登壇して驚かせてやろうと考えていたが、もうどうでもよくなった。そうですね。帰ろうか。はい。信二は俺のすかした態度が気に入らないという。だったら最後まですかした態度に徹してやろう。それが今の俺にできる精一杯の抵抗だ。明日にはこのカスに靴でも舐めさせてやろうか。おいお前ら、帰るぞ。側近の正則が土門組の組員たちに呼びかけた。中には驚く人間もいたが、正則が説得すると納得してくれた。あ、お帰りか？雑魚が、ちょっと嫌がらせされただけで泣いて逃げるのか？新次さんでしたっけ？あんだ。今日は楽しかったです。また会いましょう。必ず。明日にでも。雑魚が、いい度胸じゃねえか。わめく信二を背に、俺はパーティー会場を後にした。翌日、朝からけたたましくインターホンが鳴る。昨日、お世話になった青龍組の若頭、神田信二と、その父親で組長の神田幸太郎が来たのだ。珍しいお客さんですね。どういったご用件で？昨日は息子が無礼を働いたようで、その謝罪に来ました。この度は誠に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。今に案内するなり、二人は揃って土下座した。突然土下座なんてされても。先ほども申し上げた通り、息子が無礼を働いたので、その謝罪です。確かに信二さんは、俺の席をゴミ箱だと言ってくれましたね。しかし、俺は土門組の若頭、信二さんは青龍組の若頭です。どちらかといえば、信二さんの方が立場は上なのでは？大和さんは、意外とお人が悪い。家に上がり込んで人が悪いとは、そちらこそ随分な物言いだと思いますが。あの後、本家の人間からあなたが新会長になると聞きました。ほう。土門組と青龍組を比べれば、青龍組の方が力が上なのは間違いないでしょう。しかし、本家と比べると言わずもがな。知らなかったとはいえ、本家会長に無礼を働いたことに違いありません。ですので、こうやって青龍組のトップ二人で謝罪に来た次第です。なるほど。土下座の意味は理解しましたよ。許していただけますでしょうか？いえ、許しません。そうですか。想定内だ、といった感じですね。決して、そんなつもりは。この世界の人間が誠意を見せるときは、縁故を詰めるのが定番ですよね。そんな素振りは一切見えませんし。そういう乱暴な振る舞いは、大和さんはお嫌いかと思いまして。それに、俺が許さないと言っても全く動じなかった。
ヤクザがどういった反応を好むか、あなた方もこの世界は長いでしょうから分かってると思いますが、我々の泣いてすがって許しを請う姿をお望みと。縁故も詰めない、金も用意しない、土下座程度なら猿でもできますからね。そんなもので許す気にはなれませんよ。新しい会長は品のない振る舞いがお好みと見た。がっかりですな。これでは一門の未来も明るくないでしょう。謝罪しに来られたと思ったのですが、ダメ出しが目的とは恐れ入りました。しかし建前もここまでです。そろそろ本気で誠意を見せてもらわないと。俺にだって感情はあります。雑魚の分際で地位を手に入れた途端偉そうにしやがって。お宅の若頭は口の利き方も知らないようですが。お言葉ですが、俺もこいつと同意見です。ほう、大した実績のない土門組の人間が新会長を襲名するのは納得できません。では清流組は本家の意向に逆らうと。なぜそうなるのです？俺を新会長に任命したのは本家の意向ですよ。証拠は？それは現会長が。現会長が言ったというだけで音声も文章も残っていないんでしょう。確かにこの人事は本家の人間からの伝聞でしかなかった。音声も文章も残っていない。そんな意向を誰が信じるのです？おっしゃる通りですな。自称新会長様にもご納得いただけて何よりです。そこで提案なのですが、もう襲名披露パーティーは開かれてしまいましたよね。ええ。しかし自称新会長のあなたは些細なことでへそを曲げて帰ってしまった。息子に聞きましたが、昨日は結局誰も壇上に立たず発表は延期で終わったそうです。迂闊だった。もう少し我慢して本家の人間の前で新会長を襲名すると宣言しておけば。どうされました？お腹でも壊されましたかな？悔しそうにうつむく俺を組長と信二は勝ち誇った顔で見下してくる。しかしまだチャンスはある。俺は全力で作戦を考えた。ええ、実は昨日からお腹の調子が悪いんですよ。昨日緊張して酒を飲みすぎたのかもしれません。トイレに行かせていただきます。少しお待ちください。どうぞどうぞ、ごゆっくり。俺は席を離れた。奴らの目的は俺を潰して現会長の証言を作ることだ。となれば次の行動は当然。俺はトイレの窓からこっそりと外の様子を伺った。やはりな、そうとわかれば、俺は正則に電話をかけた。俺だ、今すぐ組員全員で俺の家まで来てくれ。頼んだぞ。俺は電話を切り、今に戻った。お待たせしました。すっきりされましたかな？ええ。では、お話の続きといきましょうか。さっきも言いましたので、簡潔にいきましょう。俺たち清流組は、あなたが新会長になることに納得していない。理由は、あなたが新会長にふさわしくないというのが一つ。そしてもう一つは、この人事に証拠がないからです。なるほど。前者はともかく、後者は俺も納得です。
しかし現会長が余命いくばくもないというのも事実。早急に新会長を決めねばなりません。そこで俺たちは考えました。本当の証言を作ろうと。つまり、はっきり言わなければわかりませんか？回りくどい言い方は嫌いでして。それに証言ははっきりした文言でなければ誤解を生みます。おっしゃる通りですね。では、はっきりと言いましょう。ヤマトさん、あなたには今日ここで消えてもらいます。それはあなた方二人の意思でしょうか？それとも青龍組の意思でしょうか？俺たちは青龍組のトップだ。俺たちの意向は組全体の意向。愚問だな。消すとおっしゃいますが、ただ消しただけでは本家の人間は納得しないでしょう。もちろん消える前にヤマトさんにははっきり宣言してもらいますよ。新会長の座を降りる。その座は青龍組の神田真嗣に譲ると。その証言を誰が信じますかね。あなた方がそう言ったところで本家の人間が信じるとは思えませんが。俺たちが何の準備もなくお前の家に来たと思ってるのかよ。シンジはそう言いながらボイスレコーダーを取り出した。ほう、確かにそこに録音すれば立派な証言になりますね。ただし俺が簡単にシンジさんに新会長を譲るなんて言うと思いですか。雑魚の口を割るのなんて朝飯前や。そうかもしれませんね。そのすかした態度、マジで気に入らねえな。しかし、いつまで持つことやら。もともとこんな態度です。悪気はありません。だったら、遠慮なく消せるな。許してくれと泣きわめくなら、命だけは助けてやろうと思ったが。ええ、ヤクザは、相手が泣き叫ぶ姿が大好きですからね。特に品のないヤクザ、シンジさんみたいな人にはたまらないでしょう。ご希望に添えず、どうもすみませんでした。てめえ、もう我慢ならねえ。勢いよく立ち上がったシンジが、今にも飛びかかってきそうな勢いで睨みつけてくる。落ち着いてくださいよ、怖いなあ。親父、そろそろいいんじゃねえか。そうだな、そろそろ頃合いか。頃合い？ええ、ヤマトさん、ここまで行った俺たちがまさか二人きりで来たとは思ってませんよね。子供みたいな嫌がらせの謝罪に父親以外もついてきたと？嫌味で透かした野郎だ。気に食わねえな。息子さんと同じことをおっしゃる。嬉しいですよ。青龍組のトップに気に入られたようで。気づいてるかどうかは知らねえが、ここに来たのは俺たち二人だけじゃねえんだよ。そうですか？見たところお二人しかいないようですが。まさか幽霊でも連れてこられたとか？くだらねえ。俺たちは花からてめえを潰す気でここに来たんだ。お前が新会長だとは納得していない何十人もの組員と一緒にな。やはり俺にはお二人しかいないように思えますが。外に待機させている。ついてこい。組長とシンジは俺を外へと案内した。あれ？どういうことだ？これは。やはりお二人以外の姿は見えませんね。親父、ちゃんと呼んだんだろうな。俺が組員に収集かけたの、お前も見ていただろうが。青龍組以外の人間は何人かいるようですよ。あれは。
うちの組員だ。奇遇だな。焦る二人を尻目に、側近の正則が近づいてきた。我が、仰せの通り、青龍組の連中は片付けておきました。ご苦労さん。20人ほどいました。しかし、どいつも大したことはありませんでした。事情を理解してくれた方々もいたので、あっという間に終わりましたよ。事情を理解してくれる方々?うちの組以外にも連絡したのか?はい、本家の方に連絡しました。私もきっとこうなるだろうと思いましたので。あれは幹部の人間じゃないか。あんな人まで来てくれたとは。ええ、勝手な真似をして申し訳ありません。いや、よくやった。さすが正則だ。もったいないお言葉です。本家の幹部がなぜ?これで青龍組もおしまいですね。まだだ。事務所にはまだ組員が残っていたはずだ。見たところ、土門組の奴らは5人くらいしかいない。今すぐうちの連中を呼べば。正則の言ったことを聞いてませんでした?なんだと?あそこにいるのは本家の幹部ですよ。新会長の自宅で謀反を企てていた青龍組の組員を本家の人間が返り討ちにしたってことなんですが。そんな、さすが、新次さんは状況を理解できたみたいですね。そう、青龍組は本家の意向を無視する反乱組織になり下がったということです。お父さんの方は、まだ理解できていないみたいだが、意外と頭が悪いんだな。てめえ、土門組の若頭の分際で、その口の聞き方は。本当にまだわからねえのか。俺はもう、土門組の若頭じゃねえ。虎穴組の会長なんだよ。口の聞き方に気をつけるのは、てめえだろうが、じじい。まあいい。どうせお前らとはここでお別れだ。なんだと。本家の意向を無視する不埒な輩など一門に不要。今日をもって青龍組は解散だ。てめえごときが何や。もう忘れたのか。俺はもう虎穴組会長の高坂大和なんだよ。傘下の若頭に過ぎない身分で俺に指図するつもりか。雑魚の分際で、運が良かっただけじゃねえか。運がいいのは、日頃の行いがいいからだろうな。ヤクザだけど。ふざけやがって、ちくしゅう。シンジ、あいつは雑魚なんだよな。ああ、見てみろよ。あの情けないか。ろくに喧嘩もしたことねえはずだ。組も消されて、侮辱されて、このまま黙っていられるか。黙ってられるか。しかし、本家の人間がいるから、このままだと俺たちは破門だ。それだけで済めばいいが、命の保証もない。だったら。そうだな。あんな奴のせいでくたばっちまうなんてごめんだ。二人は、懐に手を忍ばせ、俺に近づいてきた。おい、新会長さんや。なんだ?俺たちはこの後どうなるんだ?破門だよ。謀反の張本人だからな。そうか。だったら。新次と組長は、懐から土数を取り出した。この世界は実力社会だ。てめえみたいな雑魚は会長にふさわしくないと身をもって分からせてやる。就任してすぐ命を狙われる。新会長はそれほど人望がないってことだ。それが伝われば俺たちにも生き残る道があるかもしれない。愚かな。外に待機させていた組員が切り札だったんだな。それがあっさり破られて、まともな思考ができなくなっちまったか。
時勢の句は読み終えたか。それじゃ、くたばれやクソ雑魚が。シンジが勢いよく飛びかかってきた。ドスの振り回し方も知らねえのか。それでよく生きてこれたもんだな。なーに？お前程度の雑魚が俺を傷つけるなんて100年早えんだよ。懸命にドスを振り回すシンジを拳一撃で沈めてあげた。うわっ、シンジ。ジジ、次はお前の番だ。なんだ、お前雑魚じゃなかったのかよ。そこのバカが雑魚雑魚とはしゃいでいたが、俺は自分が雑魚だなんて一言も言った覚えはねえよ。ええ。組長が一瞬隙を見せたので、すかさずボディに一撃食らわせてやった。うん、組長は腹を抱えながら前のめりに倒れてしまった。親子揃って大したことねえな。どっちが雑魚なんだか。てめえ、何者なんだ。俺は謙虚だからな。自分を最強などとは言わんよ。しかしな、少なくともお前らよりは強い。今思い知ったと思うが。自慢話は好きじゃないが、メイドの土産に教えてやるよ。お前、坂田会を覚えてるか？ああ、あの極悪で有名だった巨大組織だよな。虎穴組に傘下に入れと迫ってきた翌日、突然消滅した。あの時、坂田会に襲撃をかけたのは俺なんだよ。へえ。他には、俺は過去の武勇伝を組長とシンジに聞かせてやった。だから、新会長にお前が選ばれたってわけか。さあ、理由までは知らんよ。俺も会長と直接話をしたわけじゃない。俺たちはとんでもない奴に逆らっちまったってわけか。さて、では改めてお前らの処分についてだが、会長にドス持って迫るなんて、その場で消されてもおかしくない暴挙だよな。命だけは。シンジは顔面蒼白になり、命乞いしてきた。お前には襲名パーティーの借りもあるが、腐っても同門だ。命までは取りゃしねえよ。しかし、なんでしょうか。素直になったじゃねえか、ジジイ。そうだな。お前らにはやってもらいたい仕事があるんだ。仕事？そうだ。俺たちの家業は年々稼ぎづらくなってるよな。そうですね。だから、これからは虎穴組ももっと多角的に経営していかなきゃいかんと思うわけだ。そこで俺たちは食品関係の事業に手を出そうと考えている。人間が生きている限り、食い物の商売がなくなることはないからな。なるほど。SDGS って聞いたことあるか？ええ、何度かテレビなどで耳にしたことは。俺が目をつけたのはそれだよ。食品ロスを減らしながら、俺たちにも客にも利益が出る。最高の商売だ。しかし、SDGS が注目されて久しいですよね。今さら参入しても利益を上げるのは難しいような。おい、俺たちが誰か忘れちまったのか。虎穴組の新会長、高坂大和さんですよね。そうじゃねえよ。俺もお前らもヤクザだろって話だ。ヤクザってなんだ？真面目に法律を守ってみんなを幸せにする家業のことか？いえ、違います。違うよな。俺たちは法に縛られず、やりたい放題やって、最大限の利益を上げるのが生業だ。具体的には、どんなことをしようとお考えで？俺たちの島で営業してる飲食店から、余った食材を引き取るんだよ。それを適当に加工してだな。産地やら、材料やらもそれっぽく装って。
そして闇のルートでお客様の元に届けるって商売だ。どうだ？残飯処理が好きなシンジにぴったりの仕事だと思うが。それって SDGS とかじゃなくてただの食品偽装なんじゃ。余った食材の再利用には変わりないだろう。確かにそう言えなくもないですが。お前残飯処理に関心あるんだよな。いいえ、別に興味はありませんが。は？あるだろ。だったらなんで襲名パーティーの時に俺の席に残飯集めたんだよ。それは残飯集めが趣味なんだよな。でなきゃ人様が食ったものを触ったりできねえよ。汚いし。へ、シンジは苦笑いしている。今さら嫌がらせのために頑張りましたとは言えねえか。まあどうでもいい。大切なのはビジネスだ。そうですね。よし、それじゃあ決まりだな。でもそんな怪しい商売すぐに捕まるんじゃ。その点は心配いらない。新しく専用の会社を設立する。もちろんそこから一門が辿られるようなことはない。会社に何か問題があっても会社で止まるようにしっかりと計画してある。一門まで辿り着かないとしても会社にいる人間は。それは会社の人間の努力次第だな。有能なら捕まらない、無能なら捕まる。この世界は実力社会だってさっき誰か言ってなかったか。ちょっと意味が違うような。まさか捕まる心配してるのか。そんなわけないよな。次期会長の座を狙っていたと噂の神田真嗣さんが自分の能力を疑ってるなんて。一つ質問なのですが。なんだ？会社から一門にたどり着くことはないとのことですが、ということは外部の人間を雇うということでしょうか。外部の人間には頼まない。では誰が。話の流れでわからないか。お前ら二人が会社に入るんだよ。え、俺はてっきり会社の監査を任されるのかと。違う。お前たちが会社の人間としてビジネスに励むんだ。頑張れ。期待してるぞ。ちょっと待て。詳しい話は事務所でしようか。俺はなるべく家では仕事の話はしたくないタイプでな。その、絶対に一門との関係にたどり着かない計画って一体。ああ、知りたいか？ちょっと自分には想像つかないもので。こうするんだよ。俺はゆっくりと二人に近づき、しっかりと目を見てこう言った。もし本家との関係をばらしたら、この世から消すぞ。それだけ。効果はあるみたいだが。シンジは怯えて震えていた。とりあえず話は以上だ。あとは事務所で詰めてくれ。マサノリ、お二人を事務所へ連れて行ってやれ。わかりました。やだ、そんな怪しい仕事したくない。気合入ってるじゃないか。この調子なら初月からかなりの売り上げが期待できそうだな。マサノリは抵抗する二人を車に押し込んで去っていった。俺が会長になってもう一ヶ月も経つのか。早いものですね。現会長は残念ながら。ああ、あれだけの人間でもやっぱり病には勝てないんだな。そういえば、あの二人のビジネスは順調なのでしょうか。どうなんだろうな。実はあまり興味がないんだ。ふとテレビに目をやると、とある食品関連の会社に捜査が入ったことを伝えていた。何何？会社役員の神田真嗣容疑者とその父、幸太郎容疑者を逮捕か。おい、正則、ビジネスはうまくいってないみたいだ。そのようですね。しかし早かったな。もう少し持つかと思ったが。あいつら、我々のことを喋ったりしてませんよね。それは大丈夫だ。
しっかり計画しておいたから。お前も見ていただろう、シンジがぶるってるあの姿を。そうでしたね。もちろんそれだけじゃないから安心しろ。絶対に殺は一門にはたどり着けねえよ。お話は変わるのですが。どうした？若が会長に就任した時に青龍組は事実上解散状態でした。今回の逮捕で解散は決定でしょう。しかし残党どもがくすぶっているとの噂があります。ほう、俺が会長になったことにまだ納得していない連中がいるのか。青龍組はあの二人の思想が強い組織でした。なので今さら和歌を認められないのでしょう。なるほどな。新会長の威厳を見せつけるためにもここは一つ派手に暴れた方が良さそうだな。残党狩りですね。わかりました。動ける組員を手配します。ああ、頼りにしてるぞ。大きな組織ほど強いリーダーが求められる。しばらくは一門をまとめるために忙しくなりそうだと思った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は田母神春江。運輸会社の代表をしている45歳。若い頃から働き詰めで未だ独身だ。趣味に時間を割くこともできていない。でも仕事ばかりしているわけじゃないわ。とはいえお気に入りの喫茶店に毎日足を運ぶくらいだけどね。コーヒーが美味しくてレトロな雰囲気が素敵なお店なのよ。この日もコーヒーを手に束の間の休息を楽しんでいたのだが。うるくせえサテンだよな。私の行きつけの喫茶店はいわゆる昭和レトロな最近珍しい雰囲気のお店。常連さんも落ち着いた人が多く、普段は静かなのだが、この日は珍しい客が来ていた。今時、こんな店があるのも驚いたが、それ以上に客がいることに驚いたぜ。普通、コーヒー飲みたくなったら、あそこだよな。大きな声で、デリカシーのないことを叫んでいる青年は、見るからにヤクザだった。ここは紳士と淑女の憩いの場なのよ。騒ぎたいなら居酒屋でも行ってほしいわ。まったく。でも喫茶店はいろんな人が来る場所、誰でも入れるのが魅力よね。雰囲気に合わないからって追い出せるわけないか。まあ確かにコーヒーはうまいな。それだけは認めてやろう。それでよ、この前捕まえた女が。よく見るとヤクザは二人組だった。暇を持て余して普段入らないような店に行ってみたってところかしら。それにしても品のない立ち振る舞いね。私が若くてもあんな男にはなびかないと思うわ。無視しようと思うほど気になってしまうもの。声が大きいこともあって私はついヤクザたちの方を見てしまった。それじゃあ、そろそろやるか？ヤクザたちは何やら相談している。マスター、ちょっといいかな？どうされました？うまかったわ。店はボロボロだけど、コーヒーはなかなかの味だな。ありがとうございます。お会計は？コーヒーが2杯で1000円ですね。あちらで処理しますので、レジまで一緒に来ていただけますか？いや、ここで払うわ。しかし、レジはあちらにありますので。ここの方が都合がいいんだよ。椅子もテーブルもあるし。都合がいいとは、一体何のことでしょうか。俺たちな、今日はただコーヒー飲みに来たわけじゃねえんだ。あいにくうちは、コーヒーと簡単な料理くらいしか、お出しできるものがありませんが。そうかな。
本当にメニュー以外で出せるものないのかな。はい、私は父の代からここで商売をさせていただいておりまして、幸いお客さんにも恵まれ長年やらせてもらってます。怪しいものは置いてないですよ。何想像してるのかわかんねえけど多分違うから。それとも何、実は裏メニューで薬売ってるとか。いえ、そういう類のものは置いておりませんと申し上げたまでで。俺そんなこと聞いたっけ。お伺いしておりませんが念のために。え、もしかして俺たちが怪しい感じだったからそんなこと言ったのか。まさか、決してそんなつもりでは。じゃあマジショックなんだけど、いなりで人を判断しないでほしいな。ああ、俺、傷ついちゃった。傷つけるつもりで申し上げたわけではないのですが、気分を害してしまったのであれば謝ります。申し訳ございませんでした。まあ確かに俺たちはそっちの人間なんだけどね。そう言って男は背広の襟の部分をマスターに見せつけた。どうよ、この金バッジ、眩しいだろう。俺は立花会の近藤総司って言うんだ。で、こっちは。立花会？聞き捨てならない単語が耳に飛び込んできた。立花会は金バッジなんてつけてないはずだけど。私はヤクザたちの話を注意深く聞くことにした。立花会の方ですか。俺たちは確かにその筋の人間だけどよ、俺はヤクなんてやってもねえし売ってもねえよ。人をジャンキーみたいに言うなんて偏見がひどすぎない。すみませんでした。さっきから謝ってるけど本当に悪いと思ってんの。はい、決して悪気があったわけではありませんが、それでもお客様を不愉快にさせてしまったのは事実ですので、心よりお詫び申し上げます。お詫びねえ、そういうもんは。基本言葉じゃなくて、形のあるものでするよな。私の店でお出しできるものといえば、コーヒーくらいしかありません。もしよろしければ、一杯サービスでお付けさせていただきますが。もうコーヒーはいいって、さっき飲んだばっかだし。これ以上飲むと腹がチャプチャプになるだろうが。でしたら私は頭を下げるくらいしか。そういえばマスターさ、さっき父親の代からここで商売してるって言ってたよな。はい、もう40年になるかと。ここがどこか分かってる？どこと申されましても商店街の一角でしょうか。違うって、ここはな、俺たち立花会の島なの。はあ。ヤクザの島で商売するには許可が必要なの知ってる？いえ、存じ上げません。おいおい、それでよく40年もやってこれたな。商店街の他の店はみんな俺たちの許可を得て営業してるんだぜ。そのような話聞いたことはありませんが。当たり前のことをわざわざ言う。今日はたくさん酸素を吸いましたって言ってるやつ見たことある？いえ、見たことないです。だろ、それと同じことなの。俺たちの許可を得るってことは。でな、マスターよ、この店の売り上げってどれくらいなの？具体的な金額をお答えするわけにはいきません。大体でいいからさ、教えてくれない？40年もやってるボロっちい店がどれくらい利益上げてるのか気になるんだ。大した儲けではないとしかお答えできません。そうなんだ。だったらさっきの詫びも込めて 30% ってところかな。え？マスターよ、島で商売したいなら毎月売り上げ 30%、
みかじめ料を納めろ。申し上げてる意味が理解できません。みかじめ料はわかるでしょ？わかりません。みかじめ料ってのはだな。みかじめ料の意味を聞いているのではなく、払う理由はないと言っています。それは俺らの島で商売してるからだよ。父の代から40年、ここで商売してきましたが、そんなものは払った覚えはありません。だったら40年分の利子がついてくるな。ヤクザの利子は高えぞ。しかも俺たちはあの巨大組織立花会だ。立花会のことは知っています。歴史のある組織で女性がトップだとか。よく知ってるじゃん。そうだよ。そんな組織を敵に回していいと思ってるわけ？立花会は仇には手を出さない組織だとも聞いたことがあります。あー、それな、最近は変わったんだよ。このご時世俺たちも不景気でな、仇だから見逃してやるなんてことしてたらやっていけないわけ。そちらも大変とは思いますが、私たちには関係のないことです。ああ、そう、みかじめ料払わないんだ。そうなんだ。行政に営業許可を取っております。店を営むにはそれで十分です。いいよ、別に払わないってんならそれでも。でも島で勝手に商売されちゃ俺たちのメンツ丸つぶれだからさ、これからちょくちょく寄らせてもらうことになるけど、いいの？お客様としてなら歓迎します。こんな店札は絶対ノーマークだよな。ヤクの取引とか絶好のスポットになりそうだ。ここでヤク売ってますって看板持った組員を入り口に立たせるとか。そういった迷惑行為はご遠慮ください。だったらみかじめ料払えよ。そうしたら考えてやるよ。そんな。そろそろ頃合いね。私は席を立ち、マスターの元へ駆け寄った。ああ、マスターが下手に出てるからって調子に乗り上がって。何様のつもりだボケ。間に入りヤクザたちに対して一喝。え？何が起こったのか理解できていないのか、ヤクザ二人はキョトンとしている。おい、ババア、お前誰だよ。私がわからないのか？知らねえよ、お前みたいなくたびれたババア。立花会と言ったな。なんだ、俺たちの会話聞いてたのか？悪趣味なババアだな。立花会の人間かと聞いてるんだ。そうだよ、俺たちはあの有名な立花会の組員よ。次の瞬間、喫茶店に黒服の集団が続々と入ってきた。私たちが揉めていることなどお構いなしといった様子でそれぞれ着席していく。なんだ。店内は黒服の連中で満席になる異様な光景となった。マスター、注文いいかな？はい、今伺います。ちょっと待てよ、今俺たちと話してるところだろ。掃除の静止を無視してマスターは席を離れた。この席はコーヒーを3つ、とりあえずそれだけでいいや。はい、わかりました。異様な雰囲気の黒服たちに接客するマスターは震えていた。へへ、マスターブルってやがる。黒服たちへの対応を終えたマスターは再び私たちのところに戻ってきた。ブルってたな、マスター。とにかくみかじめ料は払わないとだけお伝えしておきます。お客さんも増えて忙しくなってきましたので、これで。まあ待てって、あんたあの異様な軍団に迷惑してるだろう。いえ、コーヒーを頼まれただけですので。みかじめ料払ってくれたらさ、あんな連中からも店を守ってやるぜ。小さな声で頼りなくそう言ってくるヤクザ。どうよ、
それを考えたら悪い話じゃねえと思うけど。黒服軍団から店を守ってやると言いながらも、ヤクザたちの手は震えていた。その様子をじっと見つめる黒服軍団のリーダー格の男。するとその男はおもむろに上着を脱ぎ始めた。今日は暑いな。夏はまだ先だってのに。上着を脱ぎ、半袖シャツ姿になった黒服男。その腕にはびっしりと入れ墨が彫られていた。うわ。入れ墨男を見て目を丸くして驚くヤクザ二人組。なんだ、ビビってるのか。あんな連中から店を守ってやるんじゃないのか。ちょ、バーバー、声が大きいって。次の瞬間、入れ墨男が私たちの元に寄ってきた。来た。親分、お疲れ様です。あ、親分、どういうことだ、ババア。ババアだと？誰に向かって口聞いてるんだ、このガキ。ひっ。まあまあ、最近入ったばかりのガキなんだろう。それくらいの無礼は許してやりな。はい。まさか、あんた。そうだよ。私はこいつらの親分だ。嘘だろ？あんたみたいな普通の人間が。私もヤクザだけやってるわけにはいかないんでね。運輸会社の代表とヤクザの組長、二つの仕事を掛け持ちしているんだ。ヤクザの組長だと？どこの組だよ。おいおい、本気で言ってるのか？え？お前ら立花会の人間なんだろ？そうだよ。それがどうかしたのか？私は立花会の組長なんだけど、なんで知らないんだ？は？まあ、仕事が忙しいせいで、なかなか事務所には顔を出せないから、私の顔を覚えていなくても仕方がないか。まずいな。ここはとりあえず謝っておいた方がいいかもしれん。ヤクザたちは何やら考え込んでいる。そして、申し訳ございませんでした。ヤクザたちは二人揃って土下座した。何に謝ってるんだ？え？それは、その、組長とつゆ知らず、ババアなどと言ってしまって。それだけか？他には？うちの組員なら、絶対に謝っておかなきゃならないことがあるだろう？何のことでしょうか？はぁ、おいおい、最近の組員はどうなってるんだ？うちに入ったら、まず掟を叩き込まなきゃダメだろう。教育がなってないじゃないか。申し訳ございません。教育係に伝えておきます。おい、ガキ。はい。お前ら、うちに入った時、仇着には絶対に迷惑をかけるなって教わらなかったか？はい。もちろん聞いております。聞いてただと？しまった。ヤクザたちは慌てて言い訳を始めた。つまりですね。それはつまり。仇には手を出しちゃいけないと分かっていたのなら、ここで何やってたんだ？それは、ついうっかり掟を忘れてたというか。は？気がつけば、ヤクザたちの周りを男たちが取り囲っていた。忘れてた？組員にとって命よりも大切な掟を。これは教育係の問題じゃないな。こいつら自身の問題だ。本当に申し訳ございません。以後気をつけますので、どうかお許しを。以後気をつける？命よりも大切な掟を忘れる間抜けのそんな言葉、信じられると思ってる？絶対に。今後は一切仇には手を出しませんので。やれ。はい。男たちがヤクザ二人を痛めつける五分後。すみませんでした。今後二度と店には手を出さないと誓います。痛めつけられ、服まで脱がされたヤクザたちは、全裸で土下座をしている。し、
しかし春江さんがヤクザの親分だったとは。驚かせてごめんなさいマスター。いえいえ大丈夫ですよ。そう言われれば独特の貫禄があったように思えてきますね。一生懸命隠してるつもりなんだけど、そう言われるとショックだわ。あ、いや、決して悪気があったわけじゃ。大丈夫よマスター。そんなことで怒ったりしないから。すみません。それよりも、私には気になることがたくさんあった。うちにこんなのいたかしら。忙しいとはいえ、組員の顔と名前は、全部覚えているつもりだったけど。私も見覚えがありませんね。もしかするとごく最近入ってきた新入りかもしれません。それにこの金バッジ、床に散乱しているヤクザのスーツを取り上げ襟元のバッジを確認してみた。私たち立花会はこんなものつけてないはず。こういう趣味のやつっていた？バッジをつけている組員はいるかもしれませんが、立花会のシンボルとしてバッジを作った覚えはありませんね。片木に手を出すなという掟も知らない。こいつら本当にうちの人間？すみません。私は組員全員の顔を把握しているわけではありませんので、こいつらがうちの人間かどうかは判断しかねます。しかし、怪しい点が多いことには同意です。おい、お前ら本当に立花会の人間か？もちろんです。いつうちに入った？それは、あれは、確か、いつだったかな。ヤクザはもう一人と何やら相談している。そうだ、思い出しました。先月です。先月の中頃、こいつと一緒に入りました。確かに、先月新入りが来たが、一人だけだったはずだぞ。え？ああ、思い出した。先月入った新人は、背が高くて品のある顔立ちをしていた。名前は、確か、鹿田と言っていたな。お前、名前は？あれです。その鹿田って、俺のことです。もう一人のヤクザはあっけに取られている。そんな下品な顔立ちだったかな。俺、むくみやすくて、日によって顔が変わるって言われるんですよ。それに、あの時は緊張していて。あなた、近藤じゃないんですか？おい、マスター、ちょっと黙って。私を席に呼び出した時、立花会の近藤総司と名乗ったじゃないですか。そうですよね。私も聞いてました。お前ら、どこの誰だ？だから、俺は立花会に入ったばかりの。まだごまかすつもりか？そんなに言いたくないなら、うちの連中使って、無理やりにでも吐かせるぞ。すみません。俺たち、本当は立花会の人間じゃありません。ヤクザたちはついに観念したようだ。だったらお前たちは何者なんだ？俺たちはちょっとヤクザに憧れてるだけのただのチンピラでして。なるほど。親分、そいつら桜組の人間だそうです。どうしてそれが？またごまかそうとしたのか？違います。ただ、勘違いしただけで。片木の人間だと思わせれば、手加減してもらえると思ったのか？私のお気に入りの喫茶店に迷惑をかけ、私の組の名を汚し、挙句適当な嘘をつきまくって逃げようとする。救いようのない人間だな、お前らは。どう処分しますか？今すぐ消してやりたいところだが、その前にいくつか聞きたいことがある。まず、桜組とは何だ？桜組は、最近この辺でうろちょろしてる小賢しいチンピラ集団ですね。規模はそれほど大きくありませんが。
いろんな人に迷惑をかけているようです。なんで健一がそんなこと知ってるんだ？最近同業者の間でも評判でして、そろそろ対策しなければと考えていたところなんです。で、お前はこいつらの顔を知っていたと。私ではありません。後ろにいるあいつが、こいつらの顔に見覚えがあったようで教えてくれました。そう。あの。なんだ、この後に及んでまだ言い訳するつもりか？いえ、俺たちが桜組の人間で、この店にみかじめ料を取りに来たことは認めます。立花会を落とし入れたことは？もちろん、それも認めます。ここでもっとボコボコにされても文句は言いません。ああ、いよいよ腹をくくったか。本当に何でもします。だから、この件はうちの組長には内密に。は？何を言ってるんだお前は。お願いします。組長には黙っててください。筋が通らないことを言うな。部下の責任は上司の責任。お前らが立花会を名乗って悪さしたことは、組長にも責任を取ってもらう。それだけはどうかご勘弁を。組長には黙っとけと、ということは、お前らは独断で立花会を名乗っていたと？あ、はい。しかし、勝手に他の組の名前を名乗った程度で、あの組長が怒るとは思えんが、桜組は、義理や仁義などとは無縁のチンピラ集団だろう。それでも、一応、同業者としてのリスペクトというか。違うだろ？え？立花会を怒らせた原因が自分たちだと知られたくないだけじゃないのか？これまで散々嘘並べて言い逃れしようとしていたんだ。おそらく、その程度の理由だろう。違います。庄司の顔には大きく図星だと書いているように見えた。健一、桜組ってのは、そんなに迷惑な組織なのか？ええ、無銭飲食やカツアゲなど、細かい悪さはもちろん、違法賭博や、薬の売買などにも関わっていると聞きました。それはひどいな。さらに立ちが悪いのが、実行する人間は、桜組を名乗らないらしいのです。今回のように、他の組を名乗ったり、一般人を装ったり、先月ようやく尻尾をつかんだと聞きました。どしがたいな。そうです。なので、遅かれ早かれ、桜組は滅ぼさなければならないでしょう。終わりだ。俺たちは消されちまう。そうだな。立花会の名を汚した罪は重い。最後に何か言いたいことはあるか？命だけは助けてほしいです。安心しろ。店の中でやったりはしねえよ。ちゃんと場所選んで始末してやるから、それまでに心の準備をしとくんだな。命を助けてくれるなら何だってします。射程になって24時間パシリに使ってくれても構いません。だから命だけは助けてください。いい加減覚悟を決めろ。腐っても同業者なんだから腹をくくれ。まったく、プライドとかないのかよ。健一は大きくため息をつき、掃除たちを連行しようとした。ちょっと待って。どうされました、親分。最後の最後まで命乞いするとは、生への執着心は見上げたものだ。はあ、では、どうされますか？生かしてやろうじゃない。え、しかし、こいつらは、立花会の名を汚した滞在人ですよ。私たちの名を語ったのは、多少なりとも憧れがあったからだと思うんだが。はい。立花会といえば、同業者の間で知らない者はいませんから。そうか。じゃあお前たちも、今日から立花会を名乗ってみるか？そうすれば、命を保証してやるよ。え？ちょっと親分、何を考えてるんですか？こんなチンピラを。まあまあいいじゃないか。
立花会の懐の広さを見せてあげようじゃない。しかし、こいつら桜組なんかにいた連中ですよ。私たちが鍛え直してやれば立派なヤクザになるかもしれないよ。私は健一に軽く微笑んでみせた。親分、何かお考えがあるようで。で、どうする？お前たち立花会に入るか？どうしようかな。お前たちがどっちを選ぼうと桜組は滅ぼす。当然いずれお前たちのことは組長に知られるだろう。うちに入るのは組長から逃げる手段にもなると思うけど、それともしうちに入らなかった場合は立花会の名を汚した責任を命に変えてでも払ってもらう。桜組の組長と私たち、この二つから逃げるのは相当骨が折れるだろうね。わかりました。立花会のような名門に入れるなんてまたとない機会です。喜んで入らせてもらいます。そう言ってもらえると嬉しいよ。では君たち、これからよろしくな。はい。よし、では手数が増えたところでそろそろあの計画を実行に移そうか。あの計画とは、梁山会に攻め入るあれですか？ああ、隣の島で暴れ回ってるあの梁山会だ。お前たちも知ってるだろ、梁山会のこと。はい、他人の命を何とも思わない真の極悪集団と聞いたことがあります。梁山会に関わった人間は片木もヤクザも漏れなく行方不明になってると。よく知ってるな。まあ私たちもヤクザだが、一応は建前を大切にしているからね。ああいう奴らを許しちゃおけないのさ。はあ。しかし、あんたもさっき言った通り、奴らは人の命を何とも思わない狂人集団だ。立花会もそれなりに大きくて強い組織だが、それでも攻める機会がなかったんだ。うちは優秀な人材に恵まれていますが、命知らずな切り込み隊長の数は、あまり多くありませんよね。ああ、しかし、今日でその心配もなくなった。若くて根性のあるいい組員が見つかったからな。切り込み隊長って、俺たちのこと？お前たち以外に誰がいるんだ？期待しているよ。一緒に、梁山会をぶちのめそう。ちょっと待って。どうした？そんなに梁山会が憎いのか？俺たち、他の組織と争ったことなんかなくて、その、とても役に立てるとは。大丈夫だ。これから私たちがみっちり鍛えてやるから。ちょっと難しいかもしれんが、お前たちを立派な切り込み隊長にしてやるよ。でも、俺たち、部活すらやったことないから、なあ。掃除たちは言い訳しながらうなずき合っている。うちらの誘いを断るってこと？いえ、立花会にはぜひ入れていただきたいのですが、鉄砲玉とか切り込み隊長とかは俺たちには似合わないかなと思いまして。きちんと訓練してやるから心配するな。そうじゃなくて、俺たちは集金とか得意なんで、そっち方面を任せてもらえれば。それはもう十分に足りている。他にもさっき立花会に入れるなんてまたとない機会だと喜んでたよな。はい、それは嬉しいのですが。喜んでうちに来てくれるものを拒むわけにはいかない。でもただで置いてやるわけにはいかないだろう。だから切り込み隊長として活躍してもらおうというわけだ。一体何が不満なんだ？そんな、もし入らないって言ったら命の保証はないんでしょ？だったら入りたいって言うしかないじゃないか。私は選択を提案しただけ。決めたのはお前たち自身じゃないか。嫌なら断ればよかったんだよ。命の保証はないけどね。
自分の言葉には責任を持て。これも立花会の教えの一つだ。もう組織の一員になったんだから、しっかり心得ておけよ。いやだ。梁山会の構想で切り込み隊長だなんて、命がいくつあっても足りないじゃないか。いい声出すじゃないか。元気がモットーの立花会にふさわしいな。上出来だぞ。助けて。よし、じゃあ早速今日から訓練してやろう。誰かこいつらを事務所に案内してやってくれ。わかりました。健一に指示された入れ墨男が掃除たちの腕を掴んで店の外に連れ出した。助けて、もっと長生きしたい。店の外から掃除の泣きわめく声が聞こえてくる。許してなかったんですね、親分。当然、立花会の名を汚した奴は絶対に許さないよ。もし彼らが生き残ったらどうされます？あの様子じゃ真っ先に旅立つでしょうよ。もし残ったなら、その時は優秀な戦闘員として本格的に鍛えてあげる。なるほど。それじゃあ俺たちはそろそろ帰ります。俺たちみたいなのが大量にいたら他のお客さんが入ってくれなくなりますから。健一はそう言って会計を済ませると軍団を引き連れて店を去った。男たちがいなくなり、水を打ったように静かになる店内。マスター、お騒がせしました。いえいえ、厄介なチンピラを追い払ってくれて感謝してます。長々と居座ってしまって営業の機会を損ねてしまいましたよね。大丈夫ですよ。もともとそんなにお客さんなんて来ませんから。それにいつも来てくれている春江さんを迷惑だなんて思いませんよ。マスターありがとう。今日は本当にありがとうございました。春江さんのおかげで明日からも安心して営業ができそうです。よかった。このお店は私のお気に入りだったから、ぜひこれからも末永く続けてほしいです。それにどうされました？いえ、何でもありません。それじゃあお騒がせしたお詫びとコーヒー代はカウンターに置いておきますので。カウンターに50万円を置いて私は逃げるように喫茶店を後にした。マスターの驚く声が聞こえたが、私は振り返らなかった。桜組、あっけなかったですね。そうね。梁山会との抗争にも、なんとか勝てたし、これでこの辺も平和になりそうね。しかし、あの二人は。桜組は、事件の翌日に、立花会で殲滅した。その一ヶ月後に、梁山会も滅ぼしたが、喫茶店に因縁をつけていた二人は、放送中に行方不明になった。まあ、この世界にこういうことはつきもの。そもそも自業自得なんだし、忘れましょう。はい、そういえば親分、最近あの喫茶店には行ってないみたいですね。そうね。ヤクザと知れた以上、なかなか行きづらくて。この前、マスターに会ったのですが、春江さんが来てくれなくて寂しいと言ってましたよ。ヤクザだからって気を使わずにまた来てほしいと。そうなの？まあ来てほしいって言うなら言ってあげてもいいかもね。これから特にすることもありません。なんなら今から行ってきてはどうです？わかった。何かあったら連絡ちょうだい。私は勇み足で喫茶店へと向かった。素直じゃねえんだから。事務所で健一が何やらぼやいていたようだが、気にはしないでおこう。こんにちは。ああ、春江さん、久しぶりですね。ええ、最近忙しくて。春江さんが元気そうで何よりです。いつものコーヒーでいいですか？お願いします。マスターは本当に、ヤクザの私を受け入れてくれたようだ。コーヒー入れるのが上手で、心が広くて、よく見ると、横顔も渋くてイケメンよね。
って、何考えてるんだか。久しぶりに喫茶店に入って確信した。私はマスターへ少なからず好意を持っていることを。この気持ち伝えた方がいいかしら。いや、さすがにそれは迷惑よね。マスターへの気持ちは私を大いに悩ませたが、心はなぜかウキウキしていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は笠井二郎。日本有数のヤクザである東雲組の分家。西部東雲組の組長をしている40歳だ。東雲組は今から50年ほど前に内部での抗争があり、今のように3つの形に分裂したと聞いている。内部抗争から50年経過した今は、小さないざこざがある時はあるが、それ以外では組同士の争いはなく、基本平和に過ごしていた。お互いがお互いの組を尊重すること、これが大事だと俺は思っている。次郎さん、久しぶりに幹部会やね。大丈夫？緊張せえへん？緊張はしてないさ。だけどやっぱり少し身構えるよな。そうよね。妻の莉子とは結婚して早6年。子供はいないが、いつも出かけるときは2人一緒だった。照れくさいが、西部東雲組組内では、おしとり夫婦なんて呼ばれている。そんな俺たちは今日も2人で並んで歩きながら、幹部会が行われる東雲組本家の門をくぐった。久しぶりにくぐるその門に胸がキュッと引き締まった気がする。うおー、女連れ。俺とリコが門をくぐってしばらくすると、若い男の声が聞こえてきた。俺とリコは目を見合わせ、声の主を探す。どこ見てんだよ。よくそれで組の幹部なんか務まるな。さらに俺をバカにするような言葉。その時、背中をツンツンと指でつつかれ、俺は後ろを振り返った。じゃじゃーん、後ろでした。あんたぼーっとしてんね。なんだい。そこにいたのは、にやけた笑みを浮かべた若い男だった。彼は俺とリコを交互に眺め、ぷくっと吹き出す。女連れとか。まああんた女より頼りなさそうだしね。いいね、守ってもらえるんですか。そうかい、そう見えるかい。俺は苛立つ気持ちを抑えながら、できるだけ冷静に彼に返事をした。今日は幹部会。どこかの組の幹部と問題を起こすなど言語道断だからだ。しかし目の前の男は、俺の気持ちを知ってか知らずか、さらに言葉を続けた。まあまだ幹部会まで時間あるからさ、どこの誰かわからないけど、あんたのんびりやらしくのんびりしてなよ。ああ、そうするよ。嵐のように来て、またどこかへ去っていった男。俺の隣で一部始終を見ていたリコは、眉を吊り上げながら怒る。ありえへんわ。何あの男。いきなりなんなん？だいたい自分が誰やっちゅうねん。俺の代わりに、俺の気持ちを代弁してくれるかのように、彼女は半分叫ぶように言う。まあまあ。でも、リコ絶対切れると思ったから助かったよ。我慢してくれてありがとな。そりゃ、うちも組長の妻ですから。こんなところで、次郎さんの立場悪くするようなことはせえへんよ。なあ次郎さん、
これ終わったら、おいしいもん食べ行こな。そうだな。うんとうまいものを食べに行こう。何が食べたい？嬉しい。そうやな。男が去っていったことで、リコの顔に笑顔が戻る。俺はその表情を見て、そっと胸をなで下ろしたのだった。ああ、あと30分もあるな。早く来すぎたかな。俺がちらっと腕時計に目をやると、幹部会開始まであと30分もあった。まあ遅刻するよりはいいか。さっきのやつがまた絡んでこなければいいが。俺は心の中で先ほどの男の顔を思い浮かべる。しかし嫌な予感ほどよく当たるものだ。俺がリコと談笑していると、またあの男がこちらに近寄ってくるのが見えた。幹部会まであと30分もあんじゃん。暇だったから戻ってきた。どういう神経してるんだ。暇だったら自分の組長のとこでおとなしくしていろよ。心の中で毒づくも、まるで子供のように笑みを浮かべる彼に、その毒が抜かれていってしまうような感覚に陥る。シンはそんなに悪いやつじゃないのか。俺の中にふとそんな考えがよぎる。なんの用やねん。さっきから慣れ慣れしい。しかしリコは違った。彼女はいつもより1オクターブ低い声でつぶやいた。それが気に食わなかったのか、男はリコを下から上までじろっと舐めるように見回す。何？お前女の分際でこの白川優様に逆らうっていうのか。何が様やねん。自分で言ってて恥ずかしくないのが恥ずかしいわ。なんだ、お前美人でもねえくせに調子乗ってんじゃねえよブス。リコと白川と名乗った男の間に流れる険悪な雰囲気、それを止めようと俺も入ろうとするが、機嫌を悪くした白川は俺の方にも噛みついてくる。だいたいてめえもてめえだよな。いくら自分が頼りないからって女の力を借りようとしてんだもんな。マジだらしねえ。なんやって。だってそうだろ。しかも美人を連れてくるならまだしも、こんな女だもんな。いや、篠の恵み系列のレベルも下がったもんだぜ。リコや俺のことを散々バカにしてくる白川。爆発寸前かと思ってリコの顔に目をやると、彼女は口調こそ荒いものの、その顔には笑顔を貼り付けていた。きっと大ごとにしないようにという彼女なりの配慮なのだろう。普段は気が短く、組内でも逆らえる者がいないと言われているリコ。彼女は本当に頑張ってくれている。あんな、うちが不美人なのは否定せえへんよ。それにそんな幼稚な煽りで切れ散らかすほどガキじゃないし。だけどこの人をけなすのはやめてくれへん？は？はやない、やめてくれへん。笑顔のままそういうリコ。しかし白川はリコの言葉を鼻で笑い飛ばしたのだった。つうかさ、ババア付き添いの参加は帰れ。さっきから遠回しにそう言ってんのに、なんで気づかない。クソババア連れてこなきゃ何にもできねえようなやつに、どうせ大したことはできねえんだからよ。マジでどこの幹部だよお前。っていうか、育児ないならヤクザなんてやめちまえ。お前みてえなぼーっとした男にどうせ務まんねえんだからよ。俺とリコが本気で怒らないことをいいことに、白川は平気で嫌味を言い続ける。おまけにニヤニヤとした挑発的な笑みでこちらを見てくる。たく、こっちがおとなしくしてればそうやっていい気になるんやね。せっかくうちが我慢してやってたのに。ああ、何お前うざいんだけど。リコの顔から笑顔が消える。
そして彼女は今まで溜めていたであろう鬱憤を吐き出したのだった。なあ、マジでお前どこの組のもんや。それに知らん人に話しかけるときには敬語を使え。なんでいきなりタメ口やねん。うちらを誰やと思っとんのや。そんな常識的なこともできんとはアホか。う、急に大声を出したリコに驚いたのか、一瞬言葉に詰まる白川。しかし彼はすぐに正気を取り戻す。そしてそれと同時に今までのおどけた様子を一変したのだった。そしてあろうことか、今度は怒りをこちらにあらわにしてくる。んだ、バハボ、やけに偉そうじゃねえか。ふざけんなよ。偉そうなのはどっちな。ったく、なってない幹部やね。こんなやつに幹部やらせてる組はどこな。見る目なさすぎやわ。リコと白川の間に、一触触発の雰囲気が流れる。お互い一歩も譲ろうとしない。彼らの相性は最悪だ。俺は大きく深呼吸をし、彼らを止めに入ろうと一歩前に進み出る。しかし、それを遮ったのは、聞いたことのある声だった。おい、白川、よその組長の嫁さん相手に、なんで喧嘩売ってんだ、ボケ。声の主は、東部東雲組の組長である佐野喜一さんだった。彼は俺より10歳年上であり、俺より前から組長の座についている。あ、親父、いや、こいつ組長の嫁なんかじゃないっすよ。だってめっちゃ言葉遣いとかも下品ですもん。別に美人でもねえし。お前はバカか。お前が言い争ってる相手はな、西部東雲組組長の嫁リコさんだよ。大声で白川を怒鳴りつける喜一さん。喜一さんの顔は真っ赤であり、どれだけ本気で白川を叱っているのかが伺える。そして喜一さんは、そのまま白川の頭を片手で掴み、無理やり彼の顔を俺たちの方に向かしたのだった。痛っす、親父。痛いで済めばいい話なんだよ。いいからお前は黙れ。この後に及んで、まだぶつくさと文句を発する白川。そんな白川に構うことなく、喜一さんは深々と俺たちに向かって頭を下げたのだった。この度は、うちの若頭が失礼をいたしまして、本当に申し訳ありませんでした。親父、こんな奴らに頭下げないでくださいっすよ。マジで意味がわかりませんって。ここまで自分の組長にさせておきながら、まだ納得のいかない様子の白川。そして今度は俺の方をじとっとした恨めしい目で見てきたのだった。だって親父、こいつが組長の嫁なら、あのポケっとした男は何なんすか。おかしいっしょ。なんで組長の嫁と部下が一緒にいるんすか。嫁と部下と組み合わせで幹部会に来るなんて聞いたことあります。ないっしょ。興奮した様子でまくしたてる白川。喜一さんは彼の言葉にため息をつきつつ、再び怒鳴るのだった。てめえは、この後に及んでまだそんなことを言うのか。どうやら白川は、まだ俺の正体に気づいていないようだ。ここまで来て気づかないのは、バカ頭として、いやヤクザとして致命的であると言える。俺が心の中で呆れていると、リコが怒りの表情を見せながら一歩前に進み出た。なあ、喜一さん。こんな奴を幹部、それも若頭にするなんて、どうした？東部東雲組も落ちたな。おい、リコ。リコの怒りの矛先は、白川だけでなく、喜一さんにも向かっているようだった。俺は彼女を止めようとするが、それを彼女の一括で遮られてしまう。ジローさん、ほっといてください。うちは相当頭にきとるんや。誰もが口を出せない雰囲気。そんな怒りはあらわにするリコに、ケイチさんが深々と再度頭を下げたのだった。うちは、東雲組系列の中では人手が足りなくて、
幹部になれるような経歴を持った奴が他にいなかったんです。こいつも最近就任したばかりで、これから他の組のこともいろいろと指導していく予定だったんです。本当に申し訳ありません。なんやそれ。言い訳にしか聞こえへんな。それにうちは、キイチさんにだけ謝ってもらっても気が済まへん。なあ、あんた白川って言ったよな。うちのことだけじゃなく、次郎さんのことも散々バカにして、おちょくってたやろ。バカ頭うんぬんの前にありえへんで。堂々とこれまでの不満をぶつけるリコ。しかし何が気に食わなかったのか、白川は自分の横で頭を下げる喜一さんを横目で見た後にリコに詰め寄った。おいてめえ、お前が何様か、俺には知ったこっちゃねえがな。うちの組長に頭下げさせてんじゃねえよ。あんた、ほんまにバカやな。自分とこの組長が頭下げてんのは、あんた自身のせいやろ。うちらのせいにせんといて。ぐうの音も出ないことを言われ、一瞬言葉に詰まった様子を見せる白川。しかし、口だけは達者な彼は、すぐに言い返したのだった。俺は東部篠宮組若頭なんだよ。つまり組のナンバー2なんだわ。なんだ？ちょっと俺に構ってもらったからって勘違いすんじゃねえよ。そんなの俺のやることに間違いがあるはずねえんだわ。はあ？白川は自分の若頭という立場を引き合いに出し、大声で威張る。しかしその内容はめちゃくちゃであり、どうにも納得できるものではなかった。てめえらみてえな幹部もどきにはわかんねえんだろうがな。この世界で上に立てつくなんてよくできたな。それはお前自身にそのまんま返ってくる言葉なんだが、俺は一度息を呑む。そして目の前の白川に向かって口を開いたのだった。あのさ君、君の言う役職と人間性ってあんまり関係はないと思うがね。どうしてそう思うのかね。ああ、どういう意味だ。なの俺が仕事できるから若頭になったに決まってんだろうが、つまり俺が他人に尊敬される素晴らしい人間だっていう証明に他ならないだろう。本当にそう思ってるのか。はあ？俺の考えに立てつこうってのか。黙れよジジイ。ジジイで結構だがね、君は彼女のこともバカにしたよね。俺はそれは許せないな。ああ、口が減らねえジジイだな。俺はできるだけ笑顔のまま白川に抗議するも、彼は聞こうとはしない。それはそうだ。彼は自分が優れている、自分が正しいと思い込んでいるから。しかし、東部篠宮組ね、これ本当に深刻な人材不足だな。俺は頭を下げ続けるキイチさんを見てそう思った。キイチさんはもう白川に言い返す気力がないのか微動だにしない。こりゃいかんよな、組の統率が取れてない。俺はもう一度白川に目を移した。白川は挑発的な目線をこちらに送ってくるが、俺は構わず続ける。白川、君は若頭なんだよね。もしかして普段から人にそんな態度をとっているの？ダメじゃない。そんなんでちゃんと下の人たちついてきてくれるの？ジジイ、また説教かよ。ちつうかそんなの当たり前じゃねえかよ。そうか。ならそれは、よほど下の人たちができているか、それが当たり前だと思ってしまっているかのどちらかだね。いずれにせよ、下の人たちはかわいそうだね。てめえおちょくってんのか。いや、俺は別に思ったことを言っているまでだよ。君もこれまで言いたい放題言ってきたんだから、今の俺の言うことに文句を言える立場じゃないよね。俺はあえて笑顔でそう言った。俺の言葉や態度に白川が引き気味になっているのがわかる。
俺があえて彼を挑発するように一人でうなずいていると、俺たち四人のもとに一人の足音が近づいてきた。ふとそちらに目線を移すと、今回の幹部会主催者である東雲組組長、東雲瑠衣さんが笑顔でこちらに向かってきていた。久しぶりだな。遠いところをわざわざありがとう。待たせて悪いね。もう少しで部屋のセッティングも終わるはずだからって。お前ら何かあったのか。挨拶をしてくれる瑠衣さん。しかし彼は俺たちの様子を見て顔を歪ませる。そりゃあそうだ。頭を下げる組長と、その横で機嫌が悪い若頭、そしてそれを眺めるように二人の正面に立っている俺とリコがいるのだから。なんだなんだ、穏やかじゃないじゃないか。笠井組長、佐野組長、何があったん。そんでとりあえず喜一さん、頭を上げや。苦笑いで俺と喜一さんに問う瑠衣さん。喜一さんも瑠衣さんのその言葉に頭を上げた。なに、軽く子犬に噛みつかれたようなもんよ。ちょっとした言い合いさ、気にするな。いや、次郎さんはこう言ってくれてるが、決してちょっとしたではない。うちのもんがバカやりまして、騒いで申し訳ないです。俺たち三人の組長の間で交わされる会話、それを旗から見ていた白川はどんどん顔を青くしていった。てめえ本当に組長なのかよ。だからさっきからそう言ってるやないの。再び始まりそうになるリコと白川の言い合い。しかしそれをルイさんの声が制したのだった。おい、リコ大声出すな。それに白川だよな、お前も黙るんや。はい。リコは一瞬ビクッと震え、ルイさんの顔を見て小さくうなずく。ルイさんには昔から逆らえないとリコからよく聞いていた。今のルイさんは穏やかだが、昔の若かりし頃は相当やんちゃしていたと聞いている。そう、兄弟喧嘩になると、そりゃあもう、家の中のあちこちのものが壊れて大変だったのだとか。さすが兄貴、リコの扱いには慣れてるな。伊達に昔からこのおてんばな兄貴はやってないで。こんな嫁大変だろうが、いつも妹をありがとうな。たく、次郎さんじゃなかったら、嫁のもらい手なかっただろうな。そんなことはないよ。リコはしっかりしてるし、料理もうまいし、いい嫁だよ。俺とルイさんの間で交わされる親しい会話、それをそばで聞いていた白川は、じりじりと後ずさって言ったのだった。どうやら、彼は今頃になって、俺やリコの正体について分かったらしい。しかしもう遅い。今さらやらかしたことについて気づいても遅いんだよ。喜一さんの消え入りそうな声が辺りに響く。そして喜一さんは再び深々と頭を下げたのだった。その様子を見た白川も渋々といった様子で自ら頭を下げる。この度は申し訳ありませんでした。今頃になってもどこか納得しきれない様子の白川の謝罪。それを聞いたリコは白川を問いただす。なあ、あんた何が悪いと思って、なんで謝っとる？ああ、はやない。どういう気持ちで、どういう理由で謝っとるんって聞いてるんよ、うちは。至極真っ当なリコの問い。そう聞きたくなるほど、白川の声や表情には反省の色が見えなかったのだ。ただ彼から感じ取れたのは、やっちまった、やばいなど自分を守るための感情だけだった。理由もクソもねえすけど、ただ組長とその奥さんに失礼を働いたのはまずかったかなって。は？
それだけ？っていうかメインはそれな。は？メイン？リコの言いたいことがうまく伝わらないようで、白川はすっとんきょうな声を出した。確かに組長とその妻であるうちに失礼な態度を働いたのもそう。でももっと他に根本的な面で謝る必要性があるんちゃう。はあ。リコの言葉に混乱した様子を見せる白川。そして二人のやりとりを見ていた俺たち組長三人は大きくため息をついたのだった。白川、もうすぐ幹部会が始まる。その場で他の幹部たちにもお前の何が間違ってたか聞いてみたらええ。ああ、はやないね。はいやろ。お前がわからん言うてるから、わざわざ貴重な時間を使わせることを提案してやっとんのに。お前はどこまで人を舐め腐った態度を取れば気が済むね。はい。ルイさんの勢いに押され、威勢よく返事はしたものの、なんで怒られているのかすら理解できていない様子の白川。俺はそんな彼を見て口を開いた。なあ白川、君にも誰か大切な人はいないか。自分が軽はずみに口に出した言葉をもう一度頭の中でしっかり考えてみればいいよ。うっす。ちょうどその時だった。家の方から幹部ヤクザの一人と思われる男がこちらに走ってやってきたのだった。皆様、大変お待たせいたしました。会場の説明が終了いたしましたので、どうぞ中へお入りください。ああ、ありがとうな。よし、皆さん行きましょうや。ずらずらと20年程度のヤクザたちが部屋の中に入っていく。そしてみんなが席に着いたところで幹部会が幕を開けたのだった。まずは主催者のルイさんがみんなに挨拶をする。まずは遠い中お集まりいただきありがとうございます。幹部会の主要な話題に入る前に、まず皆さんに意見を聞きたいことがあるんよ。実はさっきまでそこの若頭が俺の妹と妹の旦那笠井組長にこの上ない無礼を働いてましてな。そこの男が何が悪いかってのは理解してないみたいなんで、皆さんで教えてやってほしいんですわ。ルイさんの視線が白川へ向く。それを合図にみんなの視線が白川に突き刺さったのだった。んだ、あいつ見たことねえやつだな。つかリコさんと二郎さん夫婦に喧嘩売るとはやるね。あいつ俺だよ。東部篠の恵の最近就任したって噂の若頭じゃねえ。ああ、なるほど。あそこ人手不足らしいからな。他の組の組長に喧嘩売っちまう人材を若頭にするとは。ケイツさんもよっぽど切羽詰まってんね。ざわざわとざわめく会場。しかしそれをルイさんが制したのだった。ケイツさん、白川、前に出てきちんと説明してくれるような。おい。前に立った二人を待っていたのは、突き刺すようなみんなからの視線だった。特に白川に突き刺さる視線は鋭く。彼は一言も発せず、下を向いている。実は、その空気の中、ケイチさんが意を決したように言葉を発した。そしてそれまでのことの経緯を丁寧に説明したのだ。話の途中でヤジが入りながらも、キーツさんはきちんと最後まで話し続けたのだった。おい白川、お前それだけのことをしといて何が悪いかわからないって正気か。いや、まるで幼稚園生か小学生の子供を相手にしているようだね。違いねえ。たくどんな親に育てられたらこんなクソみたいな大人に育つかねえ。親の顔が見てみたいわ。時折ヤクザたちから白川をバカにしたような笑いが出る中、白川は小さく口を開いたのだった。マジですんませんでした。
俺若頭向いてないっす。いやいや、若頭どうこうの話じゃなくてね、お前そのままじゃまた同じ過ちを犯すぞ。そうだぞ、今回ルイさんがお前を前に立たせたのは、ジローさんたちと同じ気持ちをお前に味わわせるためじゃないか。嫌だろう、バカにされたり、親、自分の大切な人をけなされたりすんのはさ。幹部たちにそう言われながら、涙目になっている白子。きっとどんな風に叱られるよりも、彼にはこれが一番効くのであろう。おそらく、だが彼は心の奥底まではすれていない。両親が残っているからこそ、親のことをけなされて、こんなに傷ついているのだ。すいません、すいません、すいません。白川は泣きながら同じ言葉を繰り返す。その様子を隣で見ていた喜一さんが代わりに口を開いたのだった。この度は大切な時間を部下のために使っていただきありがとうございました。ですがこれだけで処分を免れようとは思っていません。それにこいつを若頭に任命した俺にも責任はあると思っています。どうか公平に判断いただければと思います。喜一さん、親父。では、東部篠宮組の処分について話し合おうか。意見のある者は発言してくれよ。そこから喜一さんと白川、そして東部篠宮組の処分について、十分な時間をかけて話し合いが行われた。様々な意見が出た。今回はお咎めなしが良いのではという意見。人間性はすぐには変わらないから、今すぐにでも白川を辞めさせろという声。白川の人間性を考慮せず、人手不足だからと不適切な人物を若頭に就任させた喜一さんの責任を問う意見もある。俺とリコは静かにその話し合いの成り行きを見守っていた。白川は泣きながら小さくなってしまっているが、おそらく彼の心の中に芽生えているであろう罪悪感、恐怖心、この二つが今後の彼を成長させていってくれると俺は信じている。では意見をまとめるね。白川開口。そしてしばらくの話し合いの末にルイさんが口を開いた。そして東部篠宮組組長佐野喜一も辞任ということでいいんやな。はい、構いません。親父、申し訳ありません、申し訳ありません。大きな二つの判断が下されたことで大きな歓声が上がる幹部たち。しかしその決断はもう一つの大きな判断が下されたのも同義だった。東部篠宮組は喜一さんが言う通り人手不足やね。西部篠宮組や篠宮組から新たな人材を送るまでもないね。よってこの時をもって東部篠宮組は解散することとする。マジか、歴史的な日じゃねえか。50年前の構想以来ずっと続いてきた3組がとうとう1組が消えるんだな。思い思いの反応を見せるヤクザたち。一方で白川の方を見てみると、顔を真っ青にして下を向いて立ちすくんでいた。そりゃそうだ。もともと東部篠宮組に人手不足という事実はあったにせよ、解散という結果にまで追い詰めてしまったのは、他でもない自分自身なのだから。それに、おそらく白川は喜一さんを慕っていた。その喜一さんに組長辞任という決断をさせたのだ。今彼の感じている責任の大きさは計り知れないだろう。それから3時間ほど、他にも話し合いは行われ、幹部会は解散となった。喜一さんと白川は素早く帰っていった。解散の事実をいち早く組員にも知らせなければいけないという思いからである。俺、とんでもないことをしてしまったっす。葛西組長、奥さん、本当に申し訳ありませんでした。
白川は最後には本当に申し訳なさそうに頭を下げていった。今回は残念な結果にはなったが、彼が今回の経験を生かし立派な大人になってくれたらと俺は心から思う。次郎さん、リコ、暗い雰囲気にして申し訳なかったな。仕方ないわ。でも力で解決しようとしないなんて、お兄も丸くなったわ。当たり前やろ。でもまあ、あいつはそれ以上にショックを受けたやろ。自分のせいで組が潰れたのと同義やからな。そうね。でもあの感じやと、何もなくても、結局は近いうちに、東武篠宮組は解散になってたんとちゃう？そう、それはどうやろな。でもまあ、そういう未来もあったやろうな。リコとルイさんが話を続ける。俺はそんな二人の話を聞いて、ふと思ったことを口に出してみたのだった。なあ、ルイさん。もしルイさんも賛成してくれるならなんだけど。なんや、次郎さんの言うことなら大抵は賛成やで俺。ちょっと鬼、ちゃんと次郎さんの話を聞いてよ。にぎやかな二人。俺はそんな二人に笑いかけた。実はさ、こんなことを考えてるんだけど。遠くで新幹線のアナウンスが聞こえる。俺とリコは篠宮組を出た後、駅中の有名な和食店に入店していた。いや、しかし驚いたわ。まさか次郎さんがあんなこと考えてたなんて。人がいいというか、優しいというか。いや、俺は彼の姿勢を見て、自然とそうしたいと思っただけだよ。そうか、さすが次郎さんや。俺はそこまで大した人間じゃないさ。強いて言うなら、彼自身の凄さだよ。運ばれてきたうどんが、美味しそうな湯気を立てている。これはきっと、今食べた方が美味しいだろう。リコ、食べよう。やね。幹部会が開かれてから、10ヶ月もの月日が流れた。あれから東武篠宮組と西武篠宮組は統合され、新たに中部篠宮組が誕生した。そして俺はそこの組長を務めている。さらに、東武篠宮組組長だった喜一さんは、今は俺の部下として働いてもらっている。部下のために、あそこまで体を張れる人はなかなかいないと、あの幹部会でそう判断したからだ。ルイさんも、あの時俺の提案に心よく乗ってくれた。きっと、ルイさんにも、喜一さんの誠実さが十分に伝わっていたからだと思う。そして、その喜一さんによると、白川は組を辞めた後、心を入れ替えるために実家に戻り、今は年老いた親の孝行をしながら、日雇いバイトでボロボロになるまで働いているらしい。きっともともとは悪いやつじゃなかったんだろうな。多分田舎から出てきてヤクザになったことで、自分を過大評価してしまったんだろう。俺は白川のことを思い出しながら、縁側に座るリコの元へ寄った。あら、次郎さん。リコは笑顔をこちらに向けながら、大きくなったお腹をさする。俺はリコに笑顔を返しながら、ふと庭に咲き誇る桜の木を見つめた。なあ、子供の名前なんだけど。俺はリコに耳打ちする。リコは俺の言葉に微笑む。まっすぐに誠実に。これからもそんな心意気で過ごしていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。